全部勉強が聞いた。はい。一番上右手です。はい、今度ね、一番下の部分を左手で持ちます。
ポイントはくっつけないこと。これは一番バランスがいいんですね。構え方、右足を大きく一歩前に出してください。喉元に刀の先っちょを突きつけるイメージ。はい。そしてね、最後、膝を少し曲げてください。これしんどいかもしれませんが、覚えてください。西岸の構え、侍の基本的な構え方でございます。はい、ではね、少し楽にしてください。今度は切り方いきましょう。はい、うん。はい、まず左足を一歩前に出して、刀を上に振り上げます。そして、右足を前に出しながら刀を振り下ろします。はい、そうだな。参りましょう。音楽スタート。いい構えだ。本番。よーい、スタート。おばれ。ガチャ。めめめめめめ。わあ。お腹だぞ。おりゃー。サブリー。うわー。今カメラに向かって。わあ。よろしければこちらを先頭に一列でお並びいただくようにお願いいたします。さて、準備もできたことやし参りましょうか。はい、よけたどうなるかな。船着き場に船が入っている時の淀屋橋筋はにんにやかなもんですな。さあ、着きました。すごく真剣な顔ですね。おーいいです。すいませんでした。もういいんですか。もういいんです。どうぞ。福堀有栖様、ありがとうございます。行きましょう。Thank you.
ただ、ラッシャー焼きたてですよ、ラッシャーでーす。あ、わからんよ。どうしようだろう。ちょっと悪い。みんなと一緒にボール返したりして。どんなところまで出るの？